こんにちは、今回始まりました YouTube クリニックでございます。本日から月曜日ということでですね、病気や怪我の時にちょっとした使える小技というところをテーマに進めさせていただきます。本日はこちらお話しいただきました出血した時括弧圧迫が一番大事ということですが、そうですね、はい、今日のテーマはこれでいきたいと思います。この救急外来とかで、まあ、よくいらっしゃる患者さんの、まあ、種類の一つに血が出てると出血しているっていう方が結構多くいらっしゃいます、うん、でその時にまあ僕らがどう考えるかを含めて、で皆さんが一番最初に何がしたらいいかっていうのを今回まあテーマにしたいなと思っています。それでまあ出血血が出てるっていう時に、まあ僕らもまあ看護師さんの方から血が出てる患者さんがいらっしゃってますっていうような電話を受けるんですが、まあその時にですね、まあ僕らが考えるのはまあ2点あるんですが、まず1点としてどこから出血してるかっていうのを考えます。これは何を考えてるかっていうと、手で止めることができるかっていうのを考えています。で僕らはいっぱい止血する道具いっぱいあるんですけれども、一番簡単で一番最初にするのは手で止血をするっていうことをします。なんでかっていうと、これが一番確実で安全で早いということで、まあ、医療者も一番最初にするのは手で止血をするっていうことをします。これ意外かもしれないですけど、ただまあその時にどこから止血してるかっていうのが一番ポイントになって、例えば、まあ、血を吐いてるだとか、お尻の穴からまあちょっと血が出てるとかっていうと、今度お腹の中、消化管とかから出血してたりするので、手ではどうしても止められないんですけれども、例えばまあ多くて鼻血だとか手を切ったとか、そういったことであればですね、実はこう手で押さえるだけで、かなりの確率で、あもう止まった大丈夫だねっていうようなことで終わったりします。で皆さん 3,4 時間ぐらいですね、夜中こう手切って血が出てしまったって 3,4 時間ぐらいかけてまあこっちいらっしゃって、でまあちょっとお待ちいただいてて、で実際に診察した時に、あここは押さえればいいんですよって言って、あそれだけだったんですねって言って、3、4時間時間無駄にされたなっていう感覚を残しながら帰られるというちょっと悲しいこともあるので、これを覚えていただければなと思います。なるほど、うん、ではこちら具体的になるかと思いますが、まあ、こちら10分で押さえるというか、あそうですね、まあ、まあ大体3分くらいでね、本当はね止まります。でこの時のポイントなんですけれども、出血しているその場、出血点っていうんですね、出血点をそのまま押さえるっていうことですね。よくですね、まあ、こっちに、まあ、鼻の具体、まあ、鼻血ですけども、鼻血の場合にですね、ここをキーセルバーハブって出血しやすい部分があるんですけど、まあ、鼻血が止まりませんっておっしゃってこっちいらっしゃるときって、大体まあ押さえる場所とかを見てるとですね、ここを押さえればいいんですけど、ここなんですよ、鼻先をこう押さえれば、まあ、大体止まるんですけど、ここの根元を押さえたりとかですね、まあ、首元を押さえたりとかです、ね、そういったことをされて血が止まりませんっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、いや そこじゃなくてここを押さえればですね、止まりますよって言って、本当に10分ぐらいすれば、まあ、止まって帰られるっていうことで、まあ、こう血が出ている場所、直接そこを押さえるんだっていう、まあ、意識を持って10分押さえるっていうことをまあ書きました。あとはですね、まあ、こっちもそうなんですが、よく主婦の方とかですね、まあ、洗い物とかをされてて、まあ、ガラスをガシャンってやってこう拾った瞬間、切ってしまったと、で血が止まらないですって言って、まあ、こうやってガーゼとかぐるぐる巻いて、まあ、血まみれになってこう来るんですけど、まあ、実際よく見てみるとこうぐるぐる巻いてて全然圧迫もされてなくて、こうやって、まあ、腕のあたり、まあ、おそらく血の通ってるところを止めればいいっていう、まあ、考え方なんだと思うんですけど、まあ、そうなるとですね、まあ、血は止まらないわ、まあ、圧迫しててここちょっと色が悪くなってるわで、ちょっとあんまりよろしくないなっていうこともまあ、あるんですけど、実際こうガーゼを取ってですね、実際あここ傷口だなってこうピッと、まあ、ここの部分を強く押さえてもらって、でそうすると、まあ、10分ぐらいこうやってピロッて見てみると、あ血が止まったっていうことで、そうやって変えられる方も多いので、まあ、こちらにいらして、まあ、時間結構使われて不安な時間過ごされてて、で実際やったことはたったこんだけだったのかっていう、結構出血の場合はね多いですね。なので一番最初に取り上げたテーマにしました。なので10分抑えるってことをちょっとね覚えていただければと思います。なるほど、では少しこちらの傷口が綺麗かっていうところですが、そうですね、この出血した時の2番目のポイントは血が止まるかっていうのが一つのポイント、で血が止まった後にそこが綺麗かどうか、バイ菌がいないかっていうのが、ね、もう一つのポイントになります。で、まあ、大体そういったさっきの、まあ、手を 洗い物してガシャンとかやった場合はですね、大体物も綺麗で傷口も綺麗で、大体それをもう押さえて、まあ、放っとけば治るっていうのが、まあ、大体なんですが、バイ菌がいる場合、その例えば汚い釘とかがいじってやってしまったとか、まあ、ノコギリとかなんかでやってしまったとか、まあ、そういった場合ではですね、そこにバイ菌がいる可能性ってあるんですよ。でバイ菌がいるとですね、せっかく血は止まったものの、まあ、1週間ぐらいすると少しずつバイ菌がこう増えててですね、こう手がパンパンに腫れる、まあ、放火試験とかっていう言い方もしますけれども、手がパンパンに腫れてしまって、かなり入院して点滴1週間2週間しないとダメだとか、
そういったこともあってちょっと傷口を広げてしまうっていうこともあるので、バイ菌がいないかどうかってチェックしていただきたいと思ってます。でもしですね、やっぱ汚いものとか、特に一番怖いのは破傷風菌っていう、まあちょっと耳慣れないことかもしれないですけど、まあそれに対してはですね、ワクチンとか、まあ、特別な薬を必要としますので、まあその時は汚いな、傷口が汚いなとか、泥んこだなとか、錆びてたものがかせてしまったなとか思ったらですね、もうその時はもう病院に行っていただいて、で綺麗なものとかで切った場合、綺麗なあの、まあ、ガラスとかで、まあ、切ってしまった場合は、まあ、もう大丈夫だなって言って、もしなんか傷口がこう綺麗にならないかなみたいな、まあ、そういう、まあ、その傷口が、まあ 清潔でかつ見た目も綺麗にならないかなって、まあ、思うのであればですね、救急外来とかは専門の先生とか基本はいらっしゃいませんので、あのそういった場合は形成外科とか皮膚のね綺麗にするところの、まあ、形成外科とか皮膚科とかそういったところで行くと、まあ、日中とかに見てもらえればいいかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。ではその中でこちらは、あ、そうですね、そうですね、 こちらの方、猫ちゃんなんですけど、あの僕らあの見てると最近増えたなと思うのがペットですね。ペットを飼われてる方が多くて、で猫ちゃん犬ちゃんに噛まれてしまって、でその後に、まあ、手をパンパンに腫らしてですね、あのこっちにいらっしゃる方があるんですけど、特に猫ちゃんとか犬ちゃんとかはですね、あ、歯ですね、 歯は、まあ、小さかったりし、猫の髪傷小さいんですけれども、これが深かったりして、でかつ汚いんですね、バイキンいっぱい持ってるんですよ実は。まあ、僕らの口もそうなんですが、まあ、猫ちゃんとか犬ちゃんの方が噛む回数が多かろうと思いますので、まあ、そうすると、まあ、パッと見綺麗なんですけど、あの実は奥の方でバイキンが、まあ、繁殖してて、でさっきみたいな手をパンパンに腫らしてしまうと、そうなってしまうとまたやっぱ点滴とかしないと、あるいはまあ最悪手を切り落とすとか、まあ、そこまで行く人はそこまではいないんですけど、まあ、ただその最悪そんなことだってあるんだっていうことですね、うん、なので猫ちゃん飼われてる方とか、猫ちゃんに噛まれてしまったとか、うん、そういったことがあったら一回は病院に来て、あの抗生剤ってね、バイ菌をやっつける薬ですね、ちょっともらってほしいなと思って猫ちゃんを飼いてみました。なるほど、ありがとうございます、はい。では今回はまず出血した時ということで、はい、テーマでお話をしていただきました、はい。こちら書かれている通り圧迫が大事ということで、そうですね、出血した時に慌てずにまずは血を止めるんだ、はい、圧迫で一回血を止める、であとはその後に切れるかどうかって見てもらえれば、またそうするとですね、病院に行く基準、あ、こんな感じで病院に行けばいいんだなとか、あるいは家でこんだけ対応できるんだなと思って、結構皆さんの生活楽になるかなって今日はこれを取り上げました。なるほど、ありがとうございます。ではこちらをもちまして YouTube クリニック月曜日第1回目を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらのチャンネル、よろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではまた、はい、さよなら。さよなら